今日はですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがありまして、本当は前からお伝えしたいなと思っていたんですが、その僕運営なんですよ。ガルパの、本当はね、前から言おうかなと思ってたんですけど、僕よく予想動画を出すじゃないですか。でその予想動画がね、よく当たるっていうことで、運営なんじゃないですかとか、ね、言うじゃないですか。それもそんなはずですよね。僕運営ですもん。そうは言うてもその予想とかもね、外すこともありますから、いやお前のたわごとだろと、な、何を寝ぼけたことを言ってるんだという方もいるかもしれません。じゃあちょっとね、こちらを見てもらいたいんですけど、これ今ちょうどガルパがゴールデンウィークの無料ガチャやってるんですけど、いつもね動画にしてるから今回は動画いいかなと思って動画撮ってなくて、結果だけスクショしてたんですが、初日がこちらですね。なんと、ななみちゃんのね星音が当たったんですよ。あ、ラッキーだと。10連目から星音が当たってラッキーだなと思った2日目がこちらですね。なんとタエちゃんの星音が当たって、お、2日連チャンで当たる、なかなかないですからね。わ、素晴らしいなと思っていて、さすがにでも3日目はもうね、最低保証とかかなと思った3日目がこちら、2人当たったんですね。もうこれはちょっと、正直ちょっと皆さんには隠せないなと。これはもう運営でしかないなと思いまして、今回ちょっとこのようなね、ご報告をさせてもらったんですが、それでもちょっとね、いや、そうは言うても、あなたの嘘でしょと、またいつもの嘘なんじゃないですかという方もいるかもしれないので、今日はもう本当にこの動画で無料ガチャを引いて、僕が運営なんですよっていうことをね、証明しようと思います。いつかはね、言わないといけない時がね、来るんじゃないかとは思ってたんですけど、それが、たまたま競技だっただけなの。